はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科副院長の松尾直樹です。今日はですね、患者様のお声っていうのをいただけるってことで動画を撮らせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしたらね、早速やっていこうと思うんですけども、まあ、途中ね、お名前を出したいんですけど、まあ、出すわけにはいかないってところもありますので、今回あだ名はですね、ペペちゃんでお願いします。はい、ペペちゃんですね。まあ、あの観葉植物を育てられるのが好きで、最近買ったお花、植物が何でしたっけ。ペペちゃんとはい、くるくる、くるくる、名前がちゃんとあるんですけども、ちょっと覚えてないです。覚えてないってことですね。はい、ってことでペペちゃんにちょっとやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。そしたら、まあ、簡単に、ニックネームとお仕事と、まあ、趣味とかあればちょっとお願いします。はい、恥ずかしいんですけど、ペペちゃんでお願いします。はい、お願いします。仕事は、はい、お惣菜の方でちょっと立ち仕事なんですけども、うん、はいはい、はい、立ち仕事されてるってことですね。はい、うん、で、趣味はグラスアートを少ししております。具体的にどんなことするんですか、グラスアートって。ステンドグラスの簡単版みたいな感じで、はいはい、はい、をちょこちょこ作ってるって感じですね。はい、はい、ありがとうございます。そしたら、まあ、本題に入っていこうと思うんですけども、まずペペちゃんは、はい、当院に来る前っていうのは、こうどのようなご症状でまずお悩みだったでしょうか。一番最初は首とやっぱ肩の方が悪くて、普通の整形外科に行きました。はい、うんうん、で、あの肩は痛み止めの注射をしまして、はい、あとはお薬とリハビリなんだったんですけども、うん、はい、あの薬の方があまり効かなくて、うん、はいはい、効かないですっていうことを言ったら、お薬がちょっと増えちゃって、はい、なるほどなるほど、はい、それもちょっと嫌だなと思って、うん、まあ一時は続けたんですけども、はい、ちょっとやっぱりあまり効果がなくて、はい、そこでやっぱり、まあ、すごく考えて、うん、はい、でその後にやっぱあの毎日立ち仕事と、はい、その通筋距離が長くて、歩く距離も長かったので、はい、座骨ですかね、はい、足から太ももからお尻のあたりがやっぱり痛みがすごくひどくなって、はい、やっぱ歩くのにもやっぱちょっとすごくしんどくなって、うん、でそれですごくいろいろこう携帯で調べたりしたんですけども、うん、どこの病院がいいのかがちょっとわからなくて、はい、たまたまちょっと携帯を調べてて、はい、こちらが、うん、まあ、見つけていただいて、はいはいはい、来ていただいたということですね。はい、まあ、肩の痛みと首の痛みと、座骨神経痛ですね。はい、座骨神経痛どっちでしたっけ。左です。左側ですね。はいはい、ちなみに座骨神経痛は何をしてるとその症状が出てました。あと座ってる時が、はい、歩く時と座ってる時が、うん、出てたっていう感じでしたね。はい、すごく、はい、それに対しては何か病院とか行ったんでしたっけ。座骨は行ってないです。座骨は行かれてない、はい、肩だけ注射とかしたけど、はい、ってことですね。はい、それでそのどこの病院に行っていいのかが分からなくて、はい、病院をこう整形外科を調べてたんですけど、うん、はい、もうちょっと行けなくて、うんうん、はい、はいはいはい、で、まあ、見つけていた、ネットで見つけていただいてということですね。はいはいはい、ありがとうございます。で、まあ、たくさん治療院あるじゃないですか。まあ、ここからお家もちょっと離れたところにあられると思うんですけど、はい、そういうお近くの、まあ、治療院さんとかじゃなくて、こうわざわざなんでここまで来てみようと思ったんですか。あ、まあ、あの仕事がまあ、うちの方だったっていうのもあるし、はい、遠いとこにもこう調べてたらあったんですけども、うん、まあ、自分がこう見る中で、はい、こちらに来てみたいなと。はい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 。ちなみに何かありました、そのこういうところで何か良さそうだなと思ったとかって覚えてますか。ああ、そうですね、うん、こんなこうやっぱ問診とかもあるし、うん、そういう方を治療してますとか、はい、そういうのを多分読んだような気がするんですけども。なるほどですね。はい、はいはいはい、了解しました。で、まあ、実際に来ていただいて、まあ、あの初めて問診とかカウンセリングとか施術っていうのを一番最初に受けられてたと思うんですけど、はい、それまず受けてみてどんな感じでしたか。こういう施術っていうか、うん、そういうのでこんなにこう問診を、はい、あ、こんなとこまで問診、家の家族のことから前の
その病気とか、うん、状態とかを聞かれるのにはちょっとびっくりしました。ああ、なるほど。なんでこうその辺ってびっくりしたとか思いました。ああ、その整形外科とかでそういうことを聞かれたことないし、うん、なるほどなるほど。まあその痛みとかだけしか聞かれないので、はい、なるほどなるほど。ちょっとそこら辺びっくりしたなってことですね、はいはい。まあ、なんで過去の怪我だったりとか、あとご家族のこと聞くのかっていうと、例えばご家族一人で住んでますとかだったら全部家事とか一人でやってるじゃないですか、はい、でそうなってくると、じゃあこういう動きも多いよなってところも考えてたりとか、あるいは、まあ、女性の方がね、やっぱり日本はどちらかというと家事すること多いと思うんですけど、はい、男性だと全く家じゃ何もしませんっていう人もやっぱ中にはいらっしゃったりとかするので、はい、その場合だと家でこういう痛みが出る原因になったわけではないなっていう、こう予想とかがやっぱできるっていうのがあるので、まずは家族のことも当然お聞きしますし、あとは例えば若い頃に何か運動してて捻挫をしたことがあるとします。はい、そしたら痛みはね、捻挫の痛みは取れても一回怪我をするとそこのね、こう機能っていうのはどうしても下がったまんまになってる人が多くて、でそっから悪い足の使い方をしたまんま生活をするので、その影響っていうのは上半身、まあ下半身、なんだろう、股関節とか腰とか上半身に来て腰が痛くなりましたとかも、まあ当然あったりとかするので、過去の怪我とかもまあお聞きしてるっていう形ですね。はい。で、まあまず座ってる時の座骨神経痛と首だったり肩だったと思うんですけど、座骨神経痛はね、なんか不思議と一回で取れましたもんね、その座ってる症状。なんか痛みが取れたのはちょっとびっくりしました。ですね。で、その後、座ってる時は大丈夫なんだけど、次歩いてる時に座骨神経痛が出たっていう感じでしたもんね。まあ、それも 2,3 回ぐらいでしたっけ、座骨神経痛自体はですね。で、今肩と首っていうところをまたメインにさせていただいてるんですけど、はい、これまたね、不思議で、今週はこっちが痛いですとか、今週はこっちが痛いですとか、ちょっと動きじゃない、痛みの出方がバラバラな感じですもんね、今。まあ、ここは正直まだね、完全に原因追及ってちょっとできてない部分が、できてない部分があるんですけども、座骨神経痛に関しては、ちょっと改善できたかなっていう感じがしますか？全然違います。歩いてる時がもう、本当なんか自分でもうこう、びっこは引いてないんですけど、なんかちょっとすごいおかしいなって思うくらい、やっぱ左側が悪かったです。なるほどですね。地下街、あそこから歩く距離がちょっと長いので、どんくらいありますかね？900m、1キロないぐらい。急いだら7分ぐらい、小走りっていうか、で7分ぐらいで行くんですけど、ちょっとゆっくり行ったらやっぱ10分ぐらい。なるほどなるほど、かかって、ね、じゃあその時、その10分の距離でも最初は出てた、ちょっとすごくしんどかったです。今はそれどんなですか？今は痛くないです。大丈夫ですね。座ってる時もね、仕事の休憩とか、帰りの電車とかがしんどかったんでしょうね。電車に乗ってで、座る体勢が悪かったです。こう低い椅子っていうか、高めのこう浅い椅子だったらいいけど、ちょっと深くなっちゃうのが痛いっておっしゃっていましたもんね。だから帰りの電車は本当、立ってる時が多かったんですけど、空いてる時に座ったんですけど、座る方がしんどかった。なるほど、逆に立ってる方が楽かなってですね。つまりこういう症状を直していくためにですね、何が一番大事だなって気づきました？まあ、先生がおっしゃってたのが、やっぱ基本、その原因がどこから来てるのかっていうのをずっと言ってくださってて、座骨の治療の途中に足の裏とか足とかをするのに、ちょっと全然自分で、足の裏みたいなのがあってたんですけど、それをしていただいて、やっぱり痛みが取れてるから、やっぱこうつながってるっていうのを言う、わかりました。なるほどですね。まあもうね、これ見てくださってる方はもうだいぶわかると思うんですけど、痛いのはもう結果論です。そこに負担がかかってるんだなっていう結果論なので、そこにね、根本的な改善をしていくためには、やっぱ
なんでそこに負担がかかるのかなっていうのを考えないといけなくて、まあペペちゃんの場合は足が上手に使えてないから無理やり上半身で下半身の股関節とかですよね、で頑張ろうとしすぎて座骨神経痛が出てたっていうケースだったので、まあそういうこともあったりとかしますので、一つ参考にしていただきたいなというふうに思います。はい、で最後にはなるんですけども、これを見てくださってる方で座骨神経痛とか、まあ、腰痛とかですね、悩んでる方ってもうめちゃくちゃもういらっしゃるんですけど、はい、その中で、まあ、整体院復活行ってみたいなって思ってるけど、はい、うん、どうなんだろうって思ってる方もいらっしゃったりとかするので、そういう来てみたいなと思ってる方に何かメッセージがあれば一言お願いします。そうですね、その施術自体がどんなものかがちょっと分からなかったんですけども、うんうん、はい、やっぱり整形外科とか病院、うん、とかはやっぱ全然違うっていうのが初めて分かったので、うん、はい、うん、やっぱ原因を根本的な原因から探してくださるっていうのが、はい、やっぱ自分の中で今ちょっと大きいです。うん、なるほどですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ座骨神経痛はですね、ありがたいことに治ってくれましたので、次は今首と肩ですねっていうのをメインで今やってますので、はい、それが改善した暁にはまたお呼びしてインタビューさせていただければと。はい、思っております。はい、そしたら今日はですねこれで終わります。はい、はい、お時間いただいてどうもありがとうございました。では失礼いたします。